ようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、 SVSB のビッグ、ね、釣り具屋さんに並んでいたんで早速ね一袋買ってきてみました。カラーはですねパープルヘイズっていうね、非常にかっこいい名前のカラーなんですけども、で、フックサイズはですねオフセットフックの50番が推奨ということでね書いてありますね。早速ね、これすごい気になっていたワームルアーなんで、どんな感じか、開けていきたいと思います。価格はですね913円ということで、913円で5本入っております。じゃあねどんなルアーか、はい、オリスターパッケージに入ってますね。おー、はい、これで1本出してみますけども、あー結構ねずんぐりむっくりね、あーなんだろう、やっぱマノーシンカーで使ったりするね、ワームなのかもね、どしっとね手元に重さが来ております。で、50番しょえるんだっていうぐらいね、ギリギリコンパクトかなっていうね、このサイズ感で、ね、50番が背負えるんだったら、ね、かなりコンパクトシルエットなんだけど丈夫で大きな針が使えるワームっていう感じですかね。で、ね、このスリットがこうね入っていて、これはねそんな深くないですね。浅めのスリットが両方に入っているんで、ワームをきれいにセンターに刺しやすいかなっていうところですよね。であとはこのもうね手で持っているだけでずっと震え続けている繊細なこの手ね、これは釣れそうですね。結構好きなルアーでゲイリー山本のジャンボグラブ、あれのテールをカットしたこう芋っていうのがね、結構好きで、まあ、大体本当今ぐらいの時期とかにね使うことが多いんですけども、でそれにね、まあ流行りのチューニングっていうか、なんていうかこうシリコンラバーをいっぱい刺して、で毛虫パターンみたいな感じで使うことが多かったんですけども、これねそのまんまそのチューニングしたルアーみたいな感じで使えるのかなっていうことで、これはね結構ね使いやすそうですね。で後ろにはこういうねすごい水を受けて動きそうなアームがついていてっていうことですね。いやーこれからですね、まあ、スポーニングシーズンが終わってこういったノーシンカーとかね、なんだろう、岩盤際にこう水平でゆっくりふわーっとね落ちていくものが効くパターンの時期ね、これに入ってきたら俄然効いてくるんじゃないかなね。使いたいところはそうですね、まあ暴走のリザーバーだと各ね岩盤ねに、まあ結構その水深が浅い岩盤とかでもとりあえずこう投げて、で沈めていくと糸が走っていくっていうね、アフターからアフターのね回復してきたやつなんかをね狙い撃ちするのに良さそうだなっていうところと、あとは夏の時期ですよね、夏の時期なんかもこういうのをオーバーハングの奥に入れてブリ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 ってね沈めていったらめちゃくちゃ効いたりしますよね。まあそんな感じで、早速ねちょっと一袋変えてみたんで、50番の袋もね、買ってみて、これだとどうですかね、ワイドギャップっていうよりなんだろうナローゲープの針なんかで合わせてみたらどうかなと思うんですけども、まあ、あとはね最近ハマっている牛沼なんかでもね、これからの時期なんかにこれノーシンカーで足際なんかに打ち込んでいくと効くんじゃないかななんていうふうに思いますんで、こんな感じでいろいろなところでね投げてみたいと思います。はい、
というわけで本日の釣り子 TV はこちら、スーパーバイブシンキングバグビッグの、3.4 インチってことですね、大きくなった、SVSB これを開封してみてるとこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。